はい、皆さんこんにちは。りなです。たかです。ティブログです。今日は買い物に行きたいと思います。はい、たかがクリスマスプレゼントを買ってくれる噂を聞きました。噂が正しいですか？というわけで買ってくれる？なんか買ってくれる？たか、お願い。何も言ってくれないよ。それが答えです。じゃあ行かなくていいよ。というわけで今日はこちらですね。というわけでスタートです。何を買おうとしてますか、お嬢様？私はタカが買ってくれるもの何でも買おうとしてます。やばい女ですね。無料で買えるものだったら何でもいいですか？何でもいいです。何を買ってくれる？靴下かな。あったかい靴下。ありがとう。私は思ったのが、冬のコートと、真珠かダイヤのピアスとか。予算いくらで考えてますか？だいたいクリスマスプレゼント50万円かな。だいたい付き合って6年目7年目、クリスマスプレゼント、誕生日プレゼント、いくらぐらいのものを買うのが妥当なのかっていうのね、ちょっとコメント欄で教えてほしいよね。その付き合って直後から長くなるでしょ、うん、それによって金額が上がるか下がるかどっちだと思う？だいたい上がるんじゃない？そうなの？5年目ぐらいまではこうだんだん上がる。でその後はだんだん下がる。その後はちょっと横に行って10年目以降は一気にギュンって落ちる。どういうこと？だから皆さんの価値観というかね、価値観共有、コメント欄で共有してほしいよね、みんなの経験。だいたいどれぐらいのプレゼントをお互い買ってあげるのか、それを参考にしたいと思います。ちなみに今日1日 GTR を借りてるんだけど、この車めちゃくちゃ速いです。ちょっと加速してみるよ。はい、やばいでしょ、音がすごっ。ここにさ、メーターが出てるんだけど、ここでアクセラレーションのパーセント見えるけど、30% から 40% ぐらいしか踏んでないけど、今みたいなロケットみたいな加速します。本当になんかちょっとジャンプだったらマジで飛ぶと思う、この車。うん、で前回の動画でレナも運転してるから、もしレナの運転気になる方はチェックしてみてください。アウトレットに着きました。到着しました。行きますか。はいはい、ということでレナさんの目が曇っております。私は何にも見えない。タカの案内で行きます。どこに行きましょうか。田崎で一旦真珠を見ますか。おお、早い人ですね。じゃあ多分中は取っちゃダメなので見に行きますか。見に行きましょう。真珠のピアスを見てたけど、一番小さいものでも結構大きくて、まあめちゃくちゃいいもので4万円をしてるけど、あれほどでかいやつも買いたくないし、ちょっと合わなかったな。はい、というわけでダウンをちょっと見たいので、モンクレール入りたかったけど、モンクレールちょっと一旦パスで、後でちょっと人が少なくなったら入りたいと思います。なるのかな。まずちょっとタトラス見に行こう。はい、というわけで多分中取れないので行ってきます。タトラスで結構良さそうなコートを見つけた。いや今の良かったよ。うん、グリーン色のダウンのコートで、もともとの値段は税込み9万円で 20% オフ。そうね、しかもレナあのグリーンというかカーキみたいな色似合うから、うん、あれは良かったね。というわけで今高知に来たんですけど、見えるかな、50組待ちぐらい大行列してるので、
違うところを最初に行って、また後で戻ってきましょう。多分一番コーチが並んでると思う。今マッキントッシュ見たけど気に入るものがありませんでした。思ってる通りだよ。マッキントッシュはなんかイギリスっぽすぎる。なかなかレナの好みのダウンが見つかりません。はい、靴を見つけた。あれ、ダウンと真珠のピアス買いに来たんじゃなかったでしたっけ。ああ、なんかね。でも私いつもあのアンダーアーマーの靴を履いてるよ。で、これなんか良さそう。はい、というわけでゲットしました。アンダーアーマーの靴をゲットしました。これがプレゼントということで。お疲れ様でした。そうなの、もう帰ろうとしてるの。やっぱりいつもレナは安く済ましてくれるね。そうだね、ありがとうございます。やだ。ということでもうちょっと買って、もうちょっとダウンとピアスがあれば見たいと思います。なさそうだけどね。というわけでだんだん暗くなってきました。そうだね。そしてダウンなかなか見つかりません。難しいですね。今日は難しい。あそこでいいじゃん。そう、スワロフスキー入ってる。スワロフスキー、あれ真珠って言ってなかった？まあね。怖い女ですね。はい、というわけでモンクエも見ましたけど、いやそれはちょっとなんかデザインすぎてもう全部ダサい。まあレナの好みではないね。私の好み全くない。私の嫌いなことになりました。お店に入るために並びました。はい、というわけで順番回ってきましたので、多分中取れないので見てきます。20分並んで、はい、コーチのお店に入って欲しかったコートが売り切れてます。本当はねもうあったんだよね、狙ってたコート、ダウンコート。ちょっと前にトキのアウトレットに行った時にコーチにすごいいいダウンコートがあって、それをね今日狙ってきたんだけど売り切れてました。というわけでダウン見つからなかったね。今日は諦めです。ダウンジャケットを買わないことにしました。今日は終わりです。7500円の靴です。靴で終わっちゃいました。なので今から帰ります。この動画が楽しかったならぜひいいねボタンを押してください。また次の動画で会いましょうね。バイバーイ。